場が始まります。多分そこに俺の写真がデカデカと飾ってあるんだろうな。だからもう入る人全員が あれが今日収録来てんだみたいなね感じだと思うんですよ。デカデカと俺じゃないかな、それが。そう、もしかしたらそのデカい方全部俺っていう可能性あるから、可能性は全然ある。前もこれやった気する。あの多分もう200人以上入られたので、今一般の方もバンバン来てるんで、すごいっすね。違った、またまた、いや中じゃない、中行ったらあるって。なあれ、いや今ちょっと待って、今おかしかったな、今ちょっとおかしかったっすよね。寝台入れ替えが今出てます。あ、いました。はい、危なかったです。この写真やめてもらっていい？でこの後これ来ちゃったら。あかねんさんもいらっしゃるそうなんで、邪魔しないようにしましょうね。もう朝は円形のジャグラーからですよ。だからまず見れるうちに昨日のデータを見ときましょうね。あとは朝一からくりです。すごいからくり、まあ、ジャグは当たり前だけど、朝一にからくりとか行くんだ。からくり、あとディスクとかノーマル系、ああもうオキドキです。はい、オキドキです。すごいんだよねここ。まあ邪魔しないようにしましょう。これさ、スーハナでしょ、スーハナライジングでしょ。昨日7000枚出てんだけど、そんな出る台これ。だってこんなになる台。おこ、そしてキャバネリね、ここキャバネリコーナーか。やれないことない、やっぱ出会いいね。そして永遠、する子なかったら永遠みたいなとこになるよ。あの旧永遠なんで、これどういうことですか、何ブレイブですかこれ。昨日はすごい強い日だったんですよ。でその前の日もこれでしょ、でこっちもこれでしょ。えずーっと店側に赤字にしてる台ですね。僕が店長だったら蹴り飛ばしてるかもしれない。すごいね。死んじゃうでしょこれでいたら。一級稼働貢献士秋山通ります。何回目か分かりませんがやってまいりました。今回はですね、ケーズ港店さんにお邪魔して一級稼働貢献士をやりたいなと。まあやっぱ港店さんはね、数々の伝説が生まれたちなんで、まあ沖さんとのバトル、皆さんね、もう一回あの映像見れます、これもう一回見れます、この期待値の5000円がこうあったとしたら、5000円分で見切れる6かの据え置きかどうかっていうのはこうなってて、こうなるんですよ。わかります？これわかんない、みんな。とりあえずね、前回多治見店では勝ったのかな、なんかね一進一退の攻防を繰り広げてる感じだと思うんですよ、この番組的には。でちょっとね、状況的には久しぶりに来たからわからないので、まあ様子見つつ、やることやって、15時には終わってくれって言われてるんで、その向こうサイドの人から15時に終わるだけの取れ高あるラリー、これを決めていけたらなといったところでしょうかね。今曲入ってないですよね、大丈夫ですよね。朝からね、いろいろね、こう流れてた曲とか流れてるんですけど、皆さんストーンズって知ってます？知ってます？僕知らなかったんですよ、全然知らなくて。なんだったらJO1、 あれ俺ジョイチって呼んでたんですけど、嫁から違うよって言われたんですけど、この前ね、引き取り訓練っていうのがあって、で嫁が行けないから僕が子供も引き取りに行くって流れだったんですけど、そのね先生がなんかね、ストーンズのこと多分好きだっていうのを嫁から聞いてたんですよ。なんかあれ多分ストーンズのやつだよ、月先生がつけてたのって聞いたんで、引き取り訓練行って、俺先生に洋楽好きなんですかって聞いたんですよ。でその話を嫁にしたら、
お前の言ってるストーンズと私の言ってるストーンズが違うって話になったんですね、うん、もう皆さんは知ってると思うんですけど、僕はねローリングストーンズしか知らないんですよ、はい、だ多分こんな風貌のやつで子供迎えに来た親父が急に洋楽好きなんですかって声かけたっていうので、多分ね息子の担任から肝がられてます。尺稼いだ。あれ JO1 だ。あ、そっちも俺ずっとジョイって呼んでた。あ、ジョイ、ジョイ派。俺ね、ジョイチ。ジョイチじゃん。ジョイチ、あ、愛でジョイ、愛で、愛でジョイだ派。あー、なるほどね。おじさんってね、もうダメなのよ、本当に。行こう、行こう、悲しくなる、悲しくなるから行こう、行こう行こう。ってことは、まあリセットしてるんじゃなかろうかということで、前日のデータも見れますし、打ちますか。邪魔にならないとこからにします。とりあえずここ、うん、で、多分これ俺が終わる頃には他のも多分皆さんやられると思うんで、いてつて腰痛っ。さあ、ということで1台目実践していきたいと思います。とりあえず永遠の消防隊、まあ朝一他のお客さんが打ってるのでもう入ってる台とかもあるんで、まあリセットだろうと、とりあえず打っていきたいと思います。なんかね、そうね、コメントにガックンしますよって書いてあった、リセットしてあったら。でも動画撮ってください、スローで見てくださいみたいな書き方しちゃったんで、わかんのかな、わかんないわかんない。とりあえずあの L の方の A ももう入ってるんですけど、朝一はとりあえずこの L じゃない方の A の消防隊の方から。港店さんってなんかそんな大負けしたとかイメージあんまないんだよな。なんか毎回なんか何かしら最終的に勝ててるイメージ。結構最初の頃だから 6.5号機初期ですよね、あの鬼武者とか、あとは絆2とかがあった時かな、絆2だよね、あの6号機の絆とかがあった時、沖さんと戦った時もなんか多分別に負けてないと思うんだよな。あ、見てなかった、あの炎が燃えるとかノーマルだった。あ、誰も見てなかった。あと1台あるんで00打てるとしたら俺なんだよな、これ次第だけど。ちょっと待って、全長は終わってるんですけど、全長終わってるっていうかあまりにも弱くね。でも250で煽ったわけでもないもんな。あ、こうなったら250まで行くんですけど、リセットであればっていう話になるん、うん？25% 当たっちゃわねえかな。早、弱すぎない？ただ当たったり当たんなかったりする台だからな。赤ない。あー、これはダメですな。はい、あ、あ、当たった。あ、ありゃ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。すいません、写真とか撮ります？いいですか？全然いいですよ。山を上がりました、ジュースおごります。え、昨日のオッケイズチャンネルの更新された一級稼働貢献士秋山見てくれてるんですか？ありがとうございます。すいません、鎮魂完了しました。使いはね、やばい、これ何度も動いてる間にカードなくしそう。使いは、うわ強っ、使い5000円です。5000円だから、46ですよね、だから230枚です。はい、行きましょう。はい、あとは終了画面の下ですね。650ゲーム以内下です。はい、お、強っ、
ここの境地は強いっす。さすがのアキちゃんも刺した、これここ境地は強いっすよ。えびっくりした、え待って、そんな演出あっていいの、前兆中にわざわざそんなことする、普通は無視、あはい、ナイス刺しましたんで、はい、簡単です、はい、7ゲームいただきました境地から。ちょっと待って、いやでもありえなくね、ありえんのかな、有力艦天井、これ有力艦天井のパターンなんですよ。いやエピボ返さずにこれはないだろう。ラッシュ入ってた、ラッシュ抜け後はまったとしても、1000、いや1200、300だから分かんない。例えば 大移動とかされて据え置き状態とかだったら状況違うけど、いやユリカ切れないのかな、ラッシュで。とりあえず今起きてるパターンで僕が把握してるだけで言うと有力艦切れのパターンです。スイカで当たった、スイカで当たったんじゃないね、なんかもう何が起きてるか分かんないですけど、とにかくラッキー、うん、何が起きてるんですか。あのね、扉閉まって、あの伝承者の陰で扉閉まって永遠劇と出てくるパターンって僕の経験上だけで言わせてもらうと、もう完全に有力艦天井なんですよ。だからまあラッシュで 100% 有力艦切れないってことかな。いや実はこれ俺前もあってちょっと分かんないんだよね、そこが。いやまあいい、とりあえずどうでもいい、当たってる、出てる、プラスです、頑張ろう。まだプラスとはいえここでねもう一回当てないとスルーしちゃったら使うだけで終わっちゃうんでね。演出があったら引いてるから、割れないってことはいかない。ひどいね、これなのよ、バトルは行ってくれ。有力艦天井だとしてね、伝承者の影の途中で永遠チャンスに直行するのは分かんすけど、その前に引いた境地で何をしてるのかとか教えてほしいよね。あそっち、ちょっと待って、あここあ終わってます、とりあえず終わってます、はい、でこれ追いかけるから88も見なきゃいけないし、うん、あでもきつい、ここにチャンスアップないでしょ、当たったー、伝承者の影させたらな、ここで境地引いてくれ、あ行きますね、上に上がってくださいよ、よっ、通常、おーい、ありがとうございます、いただきました、ありがとうございます。これが正規のルートです、エピソードボーナス。映ってました今、映ってました今、プレミアムカットイン秋山のラートム映ってました今、うん、たまに出ますからね秋山のラートムが。地下エノです、よいしょ、弱チェで当たってたってことだね、ラッキー、当たった、嬉しい、よいしょ、これは450ゲームまでの資産です。よいしょ。まあいいです。どっちにしろ終了画面で
450ゲーム以内で今ここでやめてるんですけど、140で誰かが250のゾーンとか打ってくれたらその後打ちます。他になかったからってこれを追ってもしょうがないもん。とりあえず流して、探します。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
さあ、ということで全然か首が、ま、俺はもっとこっちまでいけると思ってたんだけど、やっぱあまりにも肉ついてるから全然もう、使い230枚で回収が700枚なんで470枚ですかね、プラス、はい、470枚のプラスです。次の台を探したいと思います。おいおい、ラブ城は終わってるね、はあ、終わってる。カバネリが動いてたじゃないですか、とりあえず。だからお願いしますよの気持ちはある。え、これあんの？いやだから末なんじゃない、255だよ。短縮されてれば別にだけど、リセットしてないんだったら逆にだよ。こっちだったら、え、500でしょ、680でしょ、680でしょ。20ゲームであの神社行ったら680ゲームを打ったことになる。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。いやでもカバネリマジで分かんないですね。あ、ほら、あ、やってくれてる、やってくれてる。あれだからあと10ゲームぐらいで神社行ってるかどうかで末か利世かの判別は取れる。その台に関してはできるんで、そこだけチェックしようか。今20行かないですね、移行してないっす。いや、じゃあリセットだったんじゃない。いや分かんねえな、難しい。番長ゼロのゼロモードとかも打てないしね。そしたらラブジョーマイナスじゃないな、ラブジョー。ただラブジョーもリセットしてないんだったらマイナスなんで、それ触るのはきつくねっていう話なんだよな。適当にカラクリサーカス打つってのはどう？期待値あります？まあマイナスじゃないだろうっていう話ね。はい、ということで、いろいろありましていろいろ見てきたんですが、まあ、今のところ特になくで、じゃあ何か打てやっていう、その後ろのおじさんが尺の話になりまして、おじさんと尺の話で、話し合った結果、永遠の、僕が打ってた台ですね、ヘルメット出てるんで450ゲーム以内の、今天国回したんで141、残り300ゲームぐらいで当たるっていう、これをとりあえず打ちます。はい、自力で当てたい。まあ、あと250で当たってくれるとありがたいんですけどね。よいしょ、行くね、やっと行くね、上に上がってくれ。33%とかでしたっけ、微妙に設定差あんだよね。赤いですね。あ、チャンスアップなし。はい、いただきました、いただきました。待って、700から400、使い230枚かな。伸ばしてやろうかただここのこれはどうなの。伸ばせなかったです。強チェってもうちょい、もうちょい仕事してもよくない？あの強チェは何のお仕事もしなかったのねえ。
弾けないよなかなかね、ベル10回行くまでの間に協調弾けなんかなかなかできないよね。ここで急に告知とか出ない？はい、協調の無駄弾きをしました。ちょっと待って、一番寒いパターンのやつが今変換しないっていう一番寒いパターンのが待ってるんだけど、3回、あ、光った、ラストギグ上がるのが嬉しいけど、上がんないでスーって待ったらもっと激アツね。あ、30ゲーム超えてこの状態だからもう当たりってことでいいんじゃないか。どうでしょう、思い切って当たりってことで。終わってすぐやめると危ないからね。箱がないです。でも手で持てます。25枚、使い230枚、回収25枚で205枚のマイナスです。強台を探したいと思います。頑張ります。あー、ムカつくわ。うわ、めちゃくちゃいい匂いする。ムカつく。ダイエットしてんのって。麺ない向き。え、どうしよう、麺食べちゃダメなの。ムカつくわ。いろいろ動き出してはいると思います。最悪鬼武者の368を打つことになります。え、でもこれ末だったら、末だったら500なんだ。 そう考えたらこれの可能性が一番高いよね。さあ、ということで、永遠出戻り永遠からの新鬼武者2と、ね、スマスロ時代にこの辺の台を打つっていう。とりあえず、368ゲームで前日が205ゲーム、もし据え置きだったらめっちゃ美味しいかなっていう感じですね。495枚あるんでそれ使って打ってきます。いいね、やっぱ鬼武者早くスマスロで出ねえかな。